ヤガチャガチャンネル。どうも。また来てくれたね。ほうきのアップグレードは特別価格で提供する。手伝ってくれて感謝してる。金ないから安くしてね。今日は何を探しで？ほうきのアップグレード1。ああ、金がねえぜ。売るぜ。防御力が下がってるアイテムを適当に売って。オッケー。ほうきのアップグレード。よいしょ。そのほうきならきっと満足するよ。約束する。実はホグズミード中の人が店に来てアップグレードの噂を聞いてくるんだ。君の情報がなかったら研究に2倍以上時間がかかっていたよ。ありがとう。目標が高すぎるかもしれないけど、もう別のアップグレードを始めてるんだ。さらに調整が難しいよ。また協力してくれないかな。アイアンデールの近くにイメルダが制覇した別のコースがあって、この最初のアップグレードを試してくれたら次のアップグレード開発に役立つはずだ。ぜひ検討してみてくれ。はい、了解。次のコースのこと伺いたいです。すぐそこだよ。ホグズミードの南で山の景色が美しい。飛ぶ人のスタミナを試すようなコースだ。君の同級生たちがあそこへ向かったよ。イメルダの様子が気になったらしい。あの子と競争するなんてこと自体嫌がる人が多かったのに少し驚いたよ。今のは余計だったかな。とにかく挑戦してほしい。検討してくれ。自分を超えようとしてるんですね。僕でよければ喜んで。ありがとう。ひとまず成功を収めたけど、ほうきの改善はまだまだこれからだ。さあ、できるだけ早く報告してくれ。すぐに取り掛かる。あいよ。というわけでイメルダ・レイエスと話さなきゃいけなくて、どこに行けって。そんなところはない。ちょっとあれだな、お散歩しなきゃだな。そう、到着。ウィークスさんの言う通り山が綺麗だな。よいしょ。レイブンクローのスピードスターじゃない。あ、煽られてますね。何人か焼き払ってやろうか。よいしょ。やあイメルダ、ところでもう一回やる？もちろん、また競争よ。ぜひ参加してほしいわ。うん、誰も相手にしてくれないの？それって誰にも相手にされなくなったから？ああ、挑戦者なら山ほどいるわよ。いまいちな連中がね。願うだけじゃいい記録は出ない。私はトップであり続けるために手強い相手を求めてるのよ。さあ、私の記録を破る気はあるの？手強い相手？手強い相手？それって褒め言葉なの？イメルダ、どうぞ好きなように受け取って。どうでもいいから。称賛は人をダメにする。誰も私を褒めたりしなかったけど、それが答えたかって？全然。私は最強だし、それでいいのよ。だからね、私の記録を破ってみて。でもそれで負けても腐らないでちょうだい。 Me too。 お前がな。ようやくまともな挑戦者ね。前回の記録お前30秒以上差あんだからな。お前よくそんなでけえ顔できんだお前な。さあ、というわけで、ただ気をつけなきゃいけないのが加速にですね、スタミナが入ったんですよね。これ前からあったのかわかんないんですけど、そう、なのでここら辺をうまいことやってか、あ、やばい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 、割ってかないとスタミナが続かなくなっちゃってってなるので、それがねちょっと気になってはおりますね。そしてあの黄色いシャボン玉みたいのが、黄色いシャボン玉みたいのがスタミナ回復に直結してるんでしょうけど、おー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 、それがねうまいこといかないと。待って待って待って、むずいな。ちょっと前回より全然むずいな。よいしょ。でもここで割ってスタミナを全開にして、あれだな、このレースの時は右スティックもっと繊細だな。でちゃんと割って通過して、あららら、次の泡までスタミナが持てばいいんだけど、もうちょっと、オッケー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 で、悪くない動きだね。オッケー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 、1個ぐらい逃してもいいよ。いいね。よい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 、
そこでカバーしていく。いいですよ、ナイスカバー。んで、そこもしっかり割って、いいですね。スタミナはガンガン打ち続けていきながら、ちょっと次、よいしょよいしょ、あ、オッケーオッケー、3個割りゃ上等です。で、まさか主人公わーって言い出した、ちいかわ、あの、ちいかわ構文かな。さあ、で、これでゴール。15秒あるけど、アプリ落ちるなよ。これでアプリが落ちなければクリアだから、オッケー。与えたタスクを終えたら、ディフィンドを習得しに私の教室まで来たまえ。物体を切るときによく使われる呪文だが、強力な武器としても使える。ほう、シャープ先生からか。悔しいけど腕を上げたわね、はあ、見事な飛びっぷりだった。気をつけた方がいいわよ、才能があるってだけでやっかんでくる連中もいるんだから。経験があるみたいな言い方だね。ええ、まあね。それより認めるわ、あんたの実力は本物よ。お、やっと出れた。だけど南海岸ではもう追い風は吹かないわ。まあ聞いといてあげよう。才能をやっかむ連中がいるって言ってたよね、誰のこと？聞かれたから言ってあげる。同じ寮の子たちの嫉妬がひどかったのよ。1年生の時、ネリダ・ロバーツと仲が良かったの。毎日ほうきに乗ろうって言って何度も一緒に飛んだ。でも私が一人で上達するから面白くなかったのかもね。ネリダは急に練習をやめちゃったの。私もアドバイスしたりしたわ、けどあの子に私ほどの才能はなかったの。要するに嫉妬してたのよ。今じゃマーピープルの虜よ。湖のほとりでぼんやりしてる。泳ぎを覚えるわけでもなくね。自分の才能を犠牲にしてまで他人の繊細な自尊心に付き合えないわ。はあ、それはともかく次のコースの準備をしないと。用意ができたら来て、自信があるならね。オッケー、すぐにわかるよ。それじゃまた。意外とおじけづかないのね。せいぜい浸ってなさい。南海岸で会いましょう、勇気が残ってればね。もうまたこのコースを飛びたいなら表彰台のスコアボードからよ。タイムも確認できとは言いつつ、とは言いつつよ、出れたね。とは言いつつね。さあ、というわけで、タイム更新したよってことを報告しなきゃいけないんだけど、あれだな、次の段階のアップグレードの時に万が一2000円とか言われたら困っちゃうな。前回、今回のやつだけで相当金使ったからな。また競争してきたのか、ぜひ詳しく聞かせてくれ。ああ、これか、いい知らせです。あなたのおかげで、長いな。いいお知らせです。あなたのおかげでアイアンデールのコースで新記録を出すことができました。素晴らしい。あのアップグレードは絶大な力を秘めてると思ったんだ。ほうきはどうだった？乗り心地はいいです。スピードを出すと少しぐらつくし、突風が来ると操作が厳しいですが。そうか、うん、なるほど。解決方法はわかる気がする。ありがとう、借りができたよ。ほうきが良くなるなら僕も嬉しいです。あとはスタミナは足りないかな。僕と同じくらい熱心なようだね。君のような協力者がいてくれて嬉しいよ。僕の考えが正しければ近いうちにいい知らせがありそうだ。さあ、本当にありがとう。これでまた1クエスト終わりかな。そうだね、もうここら辺をガシガシやってく、やってくし、これあれだよな、マンドレイク、ウィーガーディアムレビオーサ、とりあえず魔法は覚えてんだよな。とりあえずこの連れ去られた荷車、これちょっと行くか。人のいいゴブリンのかわいそうな話だったもんね。お、レベルが上がった。さあ、というわけでワールドマップレベルか。野営地だ、ここだな。さあ、これか。で、正面以外からでも行けそう。いろんなところから行けそうだな。あ、レベ、相手のレベルにもよるけど、15だったら、ごめん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 、今何もし考えずにぼーっとしてたわ。15くらいだったら時間かけたらいけるんじゃない？
15ぐらいだったらだしね、ゴブリンを倒すっていうミッション自体があるからね、ゴブリン自体はね、そもそも葬りたい。よいしょ、そう、ちょっとね、やってあげるだけで、よいしょ、あーっと、よいしょ、あ、やべやべやべ、一発分足らなかったね。よいしょ、で、コンボゲージが溜まってたらね、いくらでもなんか古代魔法打ってあげるけど、そうじゃなかったら古代魔法打つ方待っててもないんだよね。よいしょ、で、よいしょと、ほいさほいさ、やっぱね、強い魔法を覚えると気持ちよさが増すよね。で、どこ、とで、どっこいしょ、どっこいしょと。さあ、他には、痛い、ごめんね。あのね、はい、どうぞ。え、何今さ、いや、やめろって言ったの、闇のって聞こえて、何を言ってんだろうって全然分かんなかった、ごめんな。さあさあ、まああれかな、正直君たちごときではもうこの動画撮れ高にもならないのだよ。爽快だったな。終わったかな、アーンの荷車を解放しよう。おかん、あ、装備品も落ちたりするの。装備品が落ちたりするとね、90円ぐらいとかするから助かるよね。あ、しかもいろいろあるじゃない。あ、これは何、邪魔だからこうやってどかしてあげて、箱があるってことか。いいねいいね、金策になるならいくらでも私は動くよ。あれだからね、もうなんかこのキャラクター魔法使いなのかバウンティーハンターなのかよく分かんなくなってきてるからね、正直。他にはどうでしょうと。あのね、このギリギリ飛び込めそうな堀とかね、もうちょっとゴブリンたちはね、自分の身長ベースじゃなくて人間ベースにしながら拠点を作ってもいいんじゃないかな。さあ、他になければいいのだが、お、そこになんか、うん、何これ、開けられんの。あー、で、その台車も解放できるし、車がアーンのとこに帰ってく、すごい魔法。あ、すげえ、帰ってった。で、他にはないのかしら。これも開くの、あ、これは開かないのか。で、まあ装備品のこと考えたらマーリンのやつやるべきなんだろうけど、その前に見られるものを一通り見ときたいかなって気はするが、まあせっかくここまで来たし周りのやるか。よいしょ、何個もあるんだよな。で、ゼニオアイ、ゼニアオイか。さあ、これで動き出してどうなるってんだ。あれだな、ボールはめる系のやつだな、前にもあったけど。ってことはどっかにボールがあって、あれか、ここにあったやつか。だからこれを呼び寄せて、よいしょ、でこれをこうやっていくのか。ってことはあれだな、むしろ積まれてる石を探すゲームになるわけだな。これで全部はめたかな。さあ、オッケーオッケー。まあこれはね、もう本当におもろいつまらんとか抜きに、装備品の持てる数増やすためにはね、ガシガシやってかんとって感じだよね。さあ、アーンのところに戻りたいと思うのだが、そこにあるよね、ファストトラベルの場所ね。どうだい、戻ってきたかい。商品がいるのかい。アーン、いい知らせだよ、荷車が帰ってくる。なんて言ったらいいか、持ち物を取り戻す望みなんて消えかけてたのに。ランロクの仲間たちは魔法族を信じる俺をバカと呼んでた。信じてよかったよ。いやいやね、まあどうしようかな、罪悪感なんて与えてもしょうがないしね。案外簡単に取り戻せたよ。あんたが無事でよかったよ。ああ、取り返すのが待ちきれない、特に俺の絵。
なあ。あんたには感銘を受けたよ。俺は長年魔法使いと付き合ってきたが、いつもうまくやってこれてた。次の作品は俺たちの関係性についての賛辞にしてもいいかもな。それはいい。いい考えだね。幸運を祈ってるよ。始めるのが待ちきれないな。改めてありがとうよ。さあこれで OK。 元気でな。荷車が到着したら喜んで商品を見せてやるよ。ありがとな。まあみたいな感じでもうどんどんサブクエ潰しを続けましょうね。でどうしようかな。ホグズミード駅の上にある風船を割る、グディッチ競技場周辺にある風船を割る、ほうで、グレイシアスっての覚えるらしい。行ってみるか。マップでは出るの場所、ちゃんと場所教えてくんないと困っちゃうよ。あ、教えてくれるじゃん。ん？ここら辺？ここら辺はあれか、ウェイポイント、あ、何？ファストトラベルの場所もないのか。ちょっと行ってみるか。さてここら辺か。あ、これか。これを、あ、こういうこと？じゃあ風船を見つけて割ればいいのね、純粋に。あと3箇所。ああ、あった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 。だ、風船を探しては突っ込むって感じか。ターン。あとどこだ？あった、4つ目だ。あと1個。ホグズミード駅の上って言ってるから、そんな辺鄙な場所にあるとは思えないんだけど、あれなんだよな、3個目から4個目見つけるの実は3分5分ぐらいかかってんだよな。でもここら辺になんかポヨーンって浮かんでて、パンって割れて、あたたたたたた、やったー、オッケー。あとはグディッチの競技場周辺か。あー、ここからだったら別に直行で向かっちゃってもいいかな。ここは簡単であってほしいね。だって競技場が狭いからさ、1個でしょ。でさっきあそこら辺に見えたよね、2個でぐるっと回って、ああ、そこが3個目か。あ、もう全部見つけた、ラッキー。ここ超簡単。これが4つで、そっちな、お前でラスト。いいね。さあ、これで風船を割るのクエストが終わったから、あとはあれよね、あの授業が聞ければ魔法を教えてもらえると。でなおかつ目的地が近いな。呼び寄せ試合第一試合ってなんだそれ。さあ、課題はうまくいったかしら。行ってきました。マダム小川、与えられた課題が終わりました。素晴らしい。あなたならさらに宝器に馴染むと信じていたわ。その通りです。はい先生。それはよかった。努力すればいつかクィリッチチームでポジションを獲得できる。ブラックが許可すればの話だけど。今やってないもんね。それでは課題は終了ね。グレイシアスに取り掛かりましょうか。はい。杖さばきに注意を払って。おお、すげえ。今回のはちょっと複雑。まあまあ言うてだけど、なんか氷の魔法っぽいよね、グレイシアスって名前はね。よくやったわね。新しい呪文を外で使い始める前に、まずは私の部屋で練習するといいわよ。はいはい。グレイシアスはよいしょ、敵を凍らせて以降を受けるダメージの強化、あ、違う、効果。あー、なるほどね。だからここまでのエッコレとかをうまいこと組み合わせていきながら、バンって凍らせちゃってから、こうやって、あー、なるほど、これはいい技をもらいましたね。
親愛なるマダム小川、あなたが新しい飛行訓練の指導者としてホグワーツの教育陣に教授陣に加わってくださるなんて素晴らしいニュースです。ホグワーツであなたと取り組む仕事は、横浜港の近くで一緒に過ごした時のように波乱だらけということにはならないと思いますが、果たしてどうでしょう。まもなくお会いできることを楽しみにしています。それまでに聞きたいことがあったらどうぞ遠慮なく送ってくださいね。はあ、なるほどね。あ、なんかもう一個あった。親愛なるマダム小川、クディッチを中止するというブラック校長のご決断のことでお手紙差し上げました。ご存知の通り、プロのクディッチチームに入ることは私の最大の夢ですが、こんな状態では、そのチャンスが損なわれてしまいます。少なくとも大幅に支障をきたすはずです。ウィズリー先生は校長先生には従わなければならないとおっしゃり、私に個人での練習を進めてくださいました。自分で手応えのある放棄競争を考案しましたが、ピッチでの練習と同じというわけにはいきません。全く違います。先生から、ウィズリー先生にお話をしていただけませんか。今年1年まともにクディッチをプレーできなかったら、私は惨めな一生を過ごそうになってしまいます。メールダレイです。なるほどね。要はクディッチやっぱりだけど、放棄に人生かけてるやつからするとクディッチができねえっていうのはもうめちゃくちゃ思ってんだな。それはなんかなるほどって感じするな。え、これ何、何を待つの。よいしょ。まあなんかクエストがあるっちゅうことじゃないんですか。何を待ったんですか私は。で今なんかみんなが授業のためにこちらにえっちらほっちら来てる感じはするけども、まあとりあえずね、まだまだガシガシクエスト受けていきましょう。